一日でこんなにできますみたいな、えって。でもなんかすぐ治りそうな感じだったんでいいんですけど、はあ、もうって思ってなんで、え、昨日なかったよねみたいな。そうだから申し訳ないです、うん、なんかしたかなって私。そう、今日ちょっと明るくします、すいません。あ、全然あのね、ジンマシンとかじゃないんだよね。そう、普通にシンプルにちっちゃいちっちゃいニキビみたいな。そう、いや、なんかたまにあるんですよね。そう、実はここにも一つあるんだけど、ちょっと 今見えてない。うん、いや、ちょうどさ、それが真ん中になんか集中してて、そう、だからちょっとこちらで。いや、あのね、全然忙しいとかじゃないのよね。体調も全然大丈夫だし、え、もう原因不明。そう、本当に、なんでだろう。あれかな、なんかさ、ちょっと前にさ、肌治療したって言ったじゃん。多分それなんだよね。一時的に荒れるみたいなこと言われて、そうで、そっから良くなるみたいな言われたから、まあ、おそらくそれですね。でもまあ明日、明後日かだから次のお仕事、そうだから明日はもう本当に治すっていうか、うん、気をつけて、そう、まっすぐ治るように願っときます。そう、なんかそうなのよ、その副反応っていうか、そんな感じ、副反応的なやつ多分。そうだから原因分かってるから、あ、まあ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 みたいな。ギフトありがとうって、逆にだから半顔で申し訳ないです。うん、そう、めっちゃなんかデリケートなんだよね今きっと。あ、全然大丈夫。あと、しかも今日一日マスクしてて、そうそう、だからですね。うん、そうなんです。ちょっと公演のね、予定がいろいろ発表されて、3月の予定発表されたんですけど、あれですね、やっぱり4日公演が入りまして、そう、しかも夜、青の生誕祭なんですよ。え、ちょっと青の生誕祭に選ばれてめちゃくちゃ嬉しいです。てか選ばれてっていうか出れるのが嬉しい。うん、昼夜だしね。そうなんです。ちょっとね、あのサッカーとかぶっちゃってサッカー行けないんですけど、あのもう公演ね、そう、昼夜だしすごい楽しみです。うん、間違えて選ばれたとかじゃない、ごめんそう、だから劇場でサッカー見つつ昼夜楽しみにしてます。うん、そうなんですよ。実は3月からもうね、全部出るんですね。そうなんです。大塚半身さん、そう、半身です、半身揚げ。うん、そうね、生誕祭やっと始まりましたね。うん、そう、リバイバルに生誕祭よく出る。そうだね、これから全部出るよ喜び間に合いそうさすがちゃんと行きますよね、一言はもちろん。確かにちょっと大阪ね、行けませんでしたもんねそうなんですよ。3部 DM、 あ、そう、今回ね、なんか生誕祭のちょっと仕様が変わるらしくて、そう、今まではなんかアフタートークやってたじゃん。そうそう、でちゃんと DMM もあったんですけど、あのね、今回からね、なんかね、アフターパーティーみたいな感じで、あの DMM の配信がなくなるんですよ。そうで、だから本当に来てくださってる方だけが見れる感じなのかな、おそらく。うん、そうそう、パーティーに、未公開パーティーになります。体調には気をつけて、ありがとう。体調はね、そうだね、本当に気をつけないと。
そう、仕様変更になりました。確かになんかでね見れたらいいけどね。そうなのよ。まあでもね、そこはあれなんですかね、きっとこう生誕祭に入ってくださった方限定みたいな感じなのかな、パーティーみたいな。うん、そう、私もちょっとね何するのかとか今から楽しみです。そうそうそう、ね、何するか気になるよね。そうだよね、楽しみだね。うん、極秘の話な、いや極秘の話するかな、もしかしたら。うん、そうそう、ちょっとねレア感出るよね。わかるわかる、ワクワクするよねパーティー。うん、最強ドメのおそばにねえ干ししそうって何よ、気になるんだけど。でも実は私も最強どん兵衛のおそば持ち帰ってきた、まだ食べてないけど。うん、何するんだろう。そうだね、生誕祭入った人にね何したのって聞く。どん兵衛のラーメンスープ味、そうなの、待って聞いたことない、それは。いろいろあるんだねやっぱり。レイニアのグラビア見た、あの、ね、写真、あのあれまだ発売されてないよね、写真は見たよ。めっちゃもうあれだよ、良すぎてさ。そうだ、話すの忘れてたな、良すぎたって、うん、あ、みんな最強どん兵衛食べてんじゃん。あれ、そう、あのなんかこの間の公演の時にメンバーがそうどん兵衛食べてて、あれなんだね、最強シリーズってなんか普段さカップラーメンって言ったらさ、まあ、待ち時間3分とか5分じゃん。違うの、最強どん兵衛ね、なんか7分とか8分だった気がする、確か。うん、8分だよ、7分8分か8分だね、8分ってすごくない？え、これさ、なんか逆にもうお湯とか冷めないのかなって心配になるくらいの待ち時間だよね。いやでも冷めないんですよ、8分じゃきっと。そのくらい美味しいね、なんかもう8分すごいこだわりにこだわり抜いた待ち時間だと思いません？うん、わかる、ちょっと8分待てないよね、わかる。でも待った先にもうとんでもなく美味しいものが食べられると思うと待てる。もっちもちのジュワーなの、最高じゃん。わかる、パスタの茹で時間だよね、確かに。うん、8分も待ってないから麺かと、あ、私は待っちゃう人です。いやー待っちゃう、私なんか完全体で食べたいと思っちゃうんだよね私。うん、あ、そうなんだね、うどんが太めだから時間か、あ、そうなんだ。え、でもわかる、なんか私どん兵衛めちゃくちゃ大好きで、あのさどん兵衛のうどんスタンダードのやつ、緑のやつ、あのよく食べるんですけど、なんか最強どん兵衛うどんを食べてたメンバーがいたの。そうで近くにいたからめっちゃ匂いが来るのよ、香りが。やっぱね全然香りが違った、そう、なんか出汁の香り強めみたいな、なんて言うんだろう、香りから違ったんだよね。天ぷらも汁吸って、うわー、わかる、私さ天ぷら最後派だなうん、スープに浸ったさ天ぷらめっちゃ食べたくなる。何、柚子の香りもすんの、めちゃくちゃおしゃれじゃん。そう、なんかだしっぽい香りがした。そうそう、待って、どん兵衛食べたことないの、ちょっと待って、それはねまずいよ、絶対食べてもう明日食べてどん兵衛明日食べて、本当に。うん、私は緑のあのうどんが好き、一番。みんなは何が一番好きですか？赤いきつね派？あー、それも好き。昔どん兵衛のうどん1時間待つのが美味しそう。待って、でも美味しいかもね、なんかそんくらい待つと逆にもう麺も伸びきって、なんか逆すごい伸びきった麺にスープがすごい浸って美味しそう。
つねうどん、いや美味しいよね、明日買いに行く早い、うん、どん兵衛とななみんがあれば生きていける、わかる、いや美味しいもんね、嬉しいよ本当に、どん兵衛さんとコラボとかすごすぎるね本当に、うん、天ぷらそば好き、私もそば大好き、肉うどん、ああ肉うどんも見たかも、え50種類もあんの、本当に、えそんなにあるすごい、そうなのよ、日清さんはねラーメン部の時にもすごいお世話になったので、そうそうそうね、カップヌードル作ったし、うん、だからすごい嬉しかったです、結局麺類はもう全部好きです私、うん、まあ中でもラーメンが一番大好き、うん、そうそう、だって今さカップラーメンとかめちゃくちゃ進化してますからね、あギフトありがとう、えどん兵衛にうずらの卵落とすと、えー、美味しい、絶対やってみたいわそれ、鴨だし、あ私鴨だしの何鴨南蛮とかそばとかめっちゃ好き、うん、うん、セブンのカップ担々麺、それ食べたことないわ、食べるべしです、え、そばも全然食べるよ私、うん、なんかさたまにすっごいそば食べたくなる時ってない、そう、あとね私無性にタレカツ丼食べたくなる時もある、え好きなカップラーメン、待ってそれ超迷うわその質問、待って好きなカップラーメン、うわー、いやー、な待って待って待って、好きなカップラーメンは絞れなさすぎる、ちょっと待って、待って待って、やばいよその質問、いやごめん待って、本当に決められないわ、本当に決められない、どうしよう、うん、無理だ決められない、もう無理だ無理だ、全部好き、うん、ラーメンだったら全部好き、いやこんな答えじゃダメだよね、ごめんもう私カップ麺は DD だわ、うん認める、全部好きだもん、そう、カップ麺もじゃないです、私はいいんです、うん、ねえ待って、みんな DDG しないでよ、いいんだよ私は、うん、ずる、うん、カップ麺 DD わかるだよね、インスタント系も食べる全然、なんやねんって、いやいや DD になっちゃうでしょ、うん、でみんなを許さないから私、みんなは別だもん、そう、うん、私は DD じゃないよ、うん、私は DD じゃない、だって DD じゃないもん、メールも一人しか撮ってないもん、じゃあみんなメール何人撮ってるんですか、うん、ちょっと待って、みんな撮りすぎじゃない、私一人だもんメール撮ってるの、うん、5人しか撮ってない、許してだって、許して2個じゃないよ、5人3人撮ってません星にちょっとわざと星にしないでよ、それ絶対 NG ワードじゃないでしょ数字って
人です。はい、素晴らしい。はい、素晴らしい。確かに。キャンペーンでね、確かに。二人です、正直。うん。あ、その一人？いや、もちろん、依田さんですよ。依田ちゃんさんですよ。キャンペーンで7人取れてそうですよ。最近はね、そうだ。まあ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 、それはいいよ。全然。本当に、ななみんだけだよ。だよね。じゃあ、今度確認しちゃおっかな。いや、そうそう。確認はできないから。みんなの言葉を信じる。左の顔が鬼になってそう。確かに。え、そうよ。乃木坂さんもあるのよ。さやとゆうはとすいすいとななみんってめっちゃ正直だな。うん。そうだよ。ななみんとさあや正直だな。みんなたくさん撮っても結局ななみんしか見てそうだよね、うん、オフラインの時レーンがいいからななみん見えてつられそうでした。ちょっと待って、誰のとこ行ったの？ねえ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 さあや、ねえ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 、誰のとこにいたの？ななみんとひのちゃんとあと一人は自由枠。自由枠って何それね。何月ごと的な。うん、ななみん以外みんな三期だわ。汗じゃないよ。ラーメン部大事なのでゆうはちゃんも、うん、そうみたいだね本当に知りたいならメールに返信しよう。うん、じゃあ返信していただいて、まあみんなの大体予想つくんですけどね。絵文字を見ていただけ、え、これさ、パンバラ、え、これサーヤってことだよね。え、隣だったね。じゃあレーン、うん、じゃあ今度来てね、うん、ね、楽しかったね本当に。昨日公演フィリオル、昨日も、そうなの、昨日、あれ昨日だよね、昨日はね、そうなんです、久しぶりにポニーテールって可愛かった。え、本当にそうなの。ちょっとポニーテールしたいなって思って、うん、夜、え、昼もねちゃんと理由があったの、髪型にした。好き、あのあんな隙間からよく、あ、当たり前じゃん、隙間レスで、うん、私公園入って思うけど斜め押し多い気がする。え、めっちゃ嬉しい。いやでもさ、いや私それさ、すごいね、あのなんだ、前と比べてすっごい増えたと思います。そう、特にそうそう、ユニットの時とか思うんですよね、めっちゃ増えたのですよ、うん、そうそう、そう、でも私思ったことがあって、リバイバル上手多くて下手になかなか行けないので、なんかもっと下手も行きたいなって、うん、思った。そう、ゲスはね、ゲスはね、私はちょっとレスはね、ゲスだけはね、レスはできる、そう、レスできないんですよ、うん、そうそう、え、めっちゃ見えるよみんなの顔とか いやそうなの、だからさ、下手の、そう、それこそ下手の後ろの方とか、だから本当になんか、そう、
うわーって思ってほしくないから、私は、あ、下田吉郎だガーンって思ってほしくないの私は。そうだから、うん、もっとみんなのことちゃんと、うん、そうそう見たいし、うん、だそこは私の反省です。でもなんかそう思わせてたなら本当に申し訳ないです。私の、あーやべやべ、私の力不足でした。うん、そうそうそうだよね、そうだよね。下手なんかどこにいてもやったって思ってもらえるように私も頑張ります。うん、また来る、ありがとう。からね、いろいろ公演をねやるごとになんかみんなの声とかも、まあ、ショールームとかでね聞けるから、そうすごいなんか反省点とか課題とかすごい見つけられるから嬉しいです。うん、だから皆さん何でも言ってください。あ、でもちょっと説教とかちょっと苦手なんで、すいません、すいません、ごめんなさい。そうね、うん、そう、みんなみたいなこのアドバイスみたいな感じでお願いします。いつもね、みんなアドバイスね、ありがとう。うん、最近ナナミに気づいてもらえない気がする。ちょっと待ってよ、そんなことあるわけないじゃん。私わかるよ、お願いなんだけど会いに来てほしいな。うん、そうだよ。でもなんかみんな私のこと分かってるのかなみたいな思うんですけど、私まだ全然、多分誰からも全然説教とか、私あこれ説教だなと思ったことないんですよ。そうだからみんないつも本当に的確、そして優しいアドバイスをくれるんですね。あ本当みんな優しいなって、うん、もうだからそれがすごい嬉しいんですよ。早く声出ししたいよ、わかる。久しぶりに会いに行きたい、だから会いに来て。行きたいのは山々だが生誕まで投げれない。そうなの、大丈夫だよ。投げても当たるよねきっと生誕。うん、大丈夫だよ。じゃあ私のね生誕がいつになるかね、わかんないけど。でもね皆さんなんかいろいろありがとうございます、いつも。タイミング合わなくて公演行けない。そうだよね。でもねいっぱいやるからね。青の生誕祭入るの忍びないんだよ。そうね、それはすごい優しさだよね。もうそれはなんかさ難しいじゃん、すごい。なんかさ生誕祭ってさ、うん、なんか入っちゃダメとかでは決してないじゃん。そうでもさ多分それはもう本当にただのもう皆さんの優しさでね、入るか入らないか、投げるかか、投げるか投げないか決めてると思うんだけど、なんかもうどうなんだろう、なんだろう、そうもう完全にみんなのね判断だよね。それは全然なんかなんともって感じ、難しいよね。そうそうそう、
そうなんで、本当にね、悩みどころっていうか難しい問題なんですよね。ね、なんかさ、その推しの人、推しの方、あ、ファンの方以外、その推しじゃないけどみたいな、入るみたいなのもすごい嬉しいんですよ。だってなんかこれから好きになってもらえるかもしんないじゃん。そうそう、だからそれも嬉しいんだけどね、難しいんですよ。あ、だるまありがとう。うん、正解がないというかね。難しい。わかるわかる。あのさ、なんか生誕祭とか卒業公演とかでさ、その本当にずっとこう、とそのメンバーを推してた方がなんか、そう、入れないみたいなツイートとか見ると本当に心が痛くなる。そう、それはだからさ、難しいよねこれって、何とも言えないよね。推しなら諸々の権利用意して使える遠慮せずなし。いや、私はそうだ、あのあれね、見ちゃったの、あのさ、あの何なんだっけ、全部声入れますみたいな件。そう、あの人し、あの人あれ、その最善確約権みたいな持ってる方ね、2人くらいね見つけちゃったんだよね。すごいよ。 ほんとずっとずっと最善なんだよあれ、本当に。そんなのがあるんだって思って、毎回はねいないんだけど、でもね来てくださる時は本当にいる、最善。こんなのあるんだみたいな。固定ではないね、席。最善はお約束だけど、そこはね、最善でどこ座るかとかは決まってない。確か。てか、そう。円陣はね、まだないですね。あ、私は、円陣はまだないね。そういえば、円陣当たった方ね、私。あんま見てないかもしれない。そうそう、でもね、まあ、なんだかんだ公演は本当に楽しんでもらえるのが一番だからさ。そうそう。あ、今日半顔でごめんなさいね。いくらでも出して。エンジンに。本 当？一緒にやろうよ、じゃあ。いや、そう、だから私はさ、どこにいても楽しんでもらうっていうのを本当に。本当にもっと頑張るわ。半魚だね。ちょっとうまいこと言わないでいただけますか。 おもろすぎ。
エンジンは4月のオフラインで2人エンジン。あ、いいよいいよ、やろうやろう、任せて。どこ行っても楽しい。本当に？いや嬉しいわ、それは。するから、これからも心持ちが素敵です。ありがとう。全然です。こんなね、言ってたってちゃんとやらないことにはね意味がないので、やります。うん、応援する。ありがとう。エンジンの見本だ。あー、でも確かになんかさ、エンジンってみんなあんま見たことないよね。そういえば確かになんかメンバーがやってるのね。確かにちょうどエンジンのねやつもあるし、見てもらいたいかも。いやそれは確かにだわ。うん、3列目いる時のひょっこりです。ひょっこりです。隙間です。いろいろと名前が出ますね。うん、油断してとレス飛んで。そうだよ、たまにねレスしてるのに見てくれない時あるんで。そうだから私は見てもらえるまでやるけど。え、そうだよね、なんか確かに見本動画めっちゃ必要かもそれナイスです、本当にそれ。あ、ギフトありがとう。立ち見も鍵閉めになるとさ、あ、お見送り？わかるわかる。リバイバル、そうだよ、いつものねやつで。いつものあれ。うん、レスもらったらどういう反応？え、なんか私レス。なんかさ、レスをしても。なんかこうマスク、なんか無反応な方いらっしゃるんですよ。でもそれ気持ちめっちゃわかるの。私もしなんかさ、もし公演とかでレッスンもらったら恥ずかしくて、てか嬉しさと恥ずかしさで何も反応できないと思っちゃうの。そう、でもなんかになると、反応してもらえると、あ、確かに嬉しいってなるの。だから難しくない？で私絶対反応できないもん、レスに。うん、そうなの。わかる、照れるよね、わかる。でもみんな、あ、これレスして、あ、これマスクの下でそのにやけてくれてるんだろうなって私も願ってる。あー確かに並ぶとね、推しのどっちかなってなるのか。確かちゃんとね、そうだよね、あなたですっていうレッスンをできるようになりたいわ、ちゃんと。うん、え、本当にそうなの。うん、あなたですレッスンやりたいね、ちゃんと。うん、そうなの。私がさ見つめるとさ、ふって目そらしちゃう方もいらっしゃって、ああ、もう見てよって思っちゃう。お見送りの並びルールね、全くないですよ。うん、自分にレッスンしてくれてるか分かんない。そっか、分かんないのか。もうあなたですよ。もっとちゃんと見つめます、みんなのこと。あ、じゃあ今日はこの辺で配信終わりますね。じゃあ本日のコンタクトタイム、じゃんじゃじゃじゃんじゃ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 、はい、取れました。こちらのコンタクト
1名様にプレゼントです。両名の、はい、もうないです。やった、そう、片手外す私。うん、本当にみんなの反応がいつも面白い、これやると試させてじゃあみんなの反応を見たくてこれやってます私。はい、じゃあ応募先じゃあ今日これで終わります。じゃあ今日のキーワードハッシュタグ大塚半身です。はい、ということでキーワードね、あ、スクショ全然大丈夫ですよ。はい、イエイ。はい、ツイートハッシュタグ大塚半身をつけてツイートをしてくださった方にもれなく1名様にコンタクトプレゼントをさせていただきます。イエーイ、やったー、食べさせてはい、嘘です。皆さんツイートお願いします。今日もじゃあまた配信します、明日します。うん、またね、みんなありがとう、今日も見てくれて。また配信します、ありがとう、おやすみ。